大旋風を巻き起こしたチェリマホが映画になって帰ってくる。おとぎ話はいつだって魔法が解けてハッピーエンドだ。でもはしゃいでる足立かわいい。俺はまだ魔法使いのままだ。転勤。俺が重荷になってるのかもしれない。言葉にしないと伝わらないぞ。黒沢が俺に変わるきっかけをくれました。足立、チェリマホザムービー。もったいなくて食べられない。食べろよ。無理。